スクラッシュドライバー、ドラゴンジャーリー、つぶれる、流れる、あふれ出る、ドラゴンインクローズチャージ、ブラー。こんにちは、アドベンジャーです。今日は総動のビルド5に色を塗ります。というわけでクローズチャージから塗っていこうと思います。やっぱりなんといっても劇中みたいなこの銀ピカのシルバーに塗りたいですよね。一番いいのはですね、やっぱりあのシルバーのスプレーを拭いてこんな風に塗装するのがいいんですけど、そうするためにはシールを一回剥がして、でマスキングですね、黒のとことかテープを貼ってってなっちゃうんですよね。かなり手間がかかってしまうのと、やっぱりですね、あのシールがね、剥がして戻されたら結構ぐちゃぐちゃになっちゃうするんですよね。なのでマーカーにしようかなと思うんですけど、ガンダムシルバーよりペイントマーカーの方が結構スプレーみたいな感じで綺麗なんですけど、ペイントマーカーはですね、結構触るような箇所だと剥がれやすかったりするんですよね。なので今度はキャンドゥの方のペイントマーカーで試してみようと思います。この前ですね、キャンドゥの方のペイントマーカーを使ったら割と発色が綺麗 でそんなに剥がれ落ちやすい感じでもなかったので、多分シルバーの方もいけるんじゃないかなと思います。でちょっとアーマーをですね、台座につけてから塗りますね。同じような感じになるといいんですけどね。これ割と同じ感じじゃないでしょうかね。これいい感じだと思います。とりあえず肩アーマーを全部塗りました。もうかなりいいんじゃないかなと思います。そしたら次は腕を塗ります。このシールに当たらないようにこの辺とかですね、と腕のとこ、とりあえず上半身を全部塗りました。キラッキラに光ってやがりますねこれ。そしたら次は下半身です。まずベルトを取って、もう全体ですね、このシールと黒のとこ以外ですね、ベルトは今回シルバーですよね。もう全部塗りますね。この膝とか足を両方とも塗りました。結構キラキラ光ってます。そしたら次はダイソーの黒のネームペンで拳と、あ、首の裏、そしてあ、ここですよね、ここの黒、あ、ここもで、ふくらはぎですね、これ塗りますね。とりあえず半分塗りました。ここで、こうですね、両方とも塗りました。ちょっとまだベタつくんで乾かします。その間にですね、この腕とか足とか背中とかのこの水色のラインですね、これ入れますね。いつものダイソーのネームペンの水色で、ここは多分細い方がいいですね。こう、そしたらここですね、ここ肩の横のとこと靴の横ですね、靴の横、そして腕のところですね、ここ塗りました。この水色いいですね、かなりかっこよくなったと思います。あとはですね、ドライバーの方、ここシルバーで塗って、その上にさっきの水色の粘ペンを塗って、スパナのとこちょっとゴールド塗りました。ここのとこですね。そしたら最後はツインブレーカーです。これはかなり塗らないといけなそうですね。塗りました。まずはこの辺にシルバーを塗って、でここのとこですね、黒ですね、でここゴールド塗りました。で乾いてからこの水色の粘ペンですね、ここに塗って、あとはガンダムホワイトをここに塗りました。
というわけで完成です。だいたいこの元のアーマーの綺麗なシルバーと同じ感じになりました。ただですね、今回使ったキャンドゥの方のペイントマーカーですね、剥がれにくいとは思うんですけど、乾くのに時間がかかります。今までのダイソーのペイントマーカーですね、ちょっと剥がれやすいですけど乾くのは早いです。ちなみに色はですね、どっちで塗っても綺麗なシルバーなので、この辺はもうちょっと好みになると思います。というわけでクローズチャージを塗装してみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。